どうも皆さんこんにちは、マカリンスでーす。はい、今日はですね、この間ね、コミュニティにマタニティだった時の仲里依紗について何か質問はないですかという質問を皆さんに投げかけたんですけども、たくさん質問をいただきました。ありがとうございます。それを今日は皆さんに答えれる範囲でお答えしていきたいなという動画でございます。ただ喋るだけだよ。頑張ってみんな見るの、いえいえ、何も起きないからただ喋るだけ。よし、私が妊娠してた時は今からそうだな、7年前かな、若干忘れつつあるけど、7年前のこうちょっと記憶を遡りながら皆さんのこのちょっと素朴な疑問をお答えしていけたらなと思います。一番多かったのはやっぱりつわりについて聞きたかったみたいだね。目が見えないんだよ、ピントが。本当に毎回合わない。だいたいこの辺でしょ、私が座ってんの。ちょっと待ってて、大丈夫？私のボケてないですか？はい、仕切り直して、一番多かった質問やっぱりつわりについてだね。妊娠して初期ぐらいの時はやっぱりつわりっていうのがあるんでございますよ。なんか具合が悪くなったりとか、なんかそういうのがあって、自分が出版したスタイルブックとかでもこの質問あったんですけど、高所恐怖症とかさ、閉所恐怖症とか、先端恐怖症とか、あと集合体恐怖症とか、なんかいろんなほら恐怖症の方いらっしゃるじゃないですか。でも私ね、全部大丈夫なんだけど、唯一嘔吐恐怖症なの。これ冗談抜きで怖いのね。妊娠をきっかけに、その治ったんですかっていう結構質問が来たりもするんですよ。治ってません。今でも本当に怖いです。つわりの王道ってそういうのだから、妊娠前とかはすごくそれが恐怖で、どうなんだろうなって気になってた部分でもあるからお答えしたいんですけど、つわりがそこまでひどくなかった人だったんですよ。うちの母親とかは臨月あたりまでつわりがあったタイプだったり、なんかいろんな人がいて、私は本当に幸運なことにちょっとは気持ちが悪いなとかはあったんですけど、あんまりそのひどく重症化しなかった方だったので、その恐怖症は免れたみたいな感じだったんですよね。ね、不安だよね。みんなその嘔吐恐怖症とかそういうのが苦手な方が、その今からこう妊娠してつわりが来ると思うとすごく不安で仕方がないと思うんですけど、周りの方がその辛かった時にどうしてたかとか、そういうのを聞くと、なんかやっぱりこう気を紛らわせるコメディを見たりだとか、お笑い番組を見たりとか、なんかそういう気持ち的に楽しくなれるものをいつも見てたとか結構聞くので、まあそういう対策を自分の体調に合わせてやっていくっていうのが一番いいのかなとは思います。私がちょっとだけどつわりあった時はグレープフルーツだらけだった。あんまりひどくならなかったんだけど、ちょっと気持ちが悪いかなって時にグレープフルーツとグレープフルーツジュースのダブルパンチをしてた自分に。それぐらいかな、私の7年前の記憶って。まあ正直克服はできてません。やっぱりすごく今でも本当に怖いのは怖いです。まあ頑張るしかないなっていう環境だから、本当に今頑張ってるって感じです。本当に怖いよ、怖い、恐怖症なんや、治らない。はい、次、一番不安だったことは何でしたか？やっぱり出産する時の痛み？鼻からスイカって言うでしょ？割と結構妊婦役多くて、で出産シーンも2回ぐらい撮ったのかな？もう全く違うね。もう、あ、もう。って感じ。演技し直します、勉強し直します、頑張りますみたいな感じで、もう全然違う。もうあんな、もうあんなんじゃない、あんな綺麗に埋めないわよ、ぐしゃぐしゃよ、本当にこの世の終わりかぐらいの、もうぐしゃぐしゃ。私はね、いろんな人がいますよ。本当に軽くポンポンポーンって産む方もいらっしゃいますし、本当に何日も何日もやっぱりかかってね、本当に命がけの出産をされる方もいらっしゃいますし、私は15時間ぐらいかかったかな、産むのに。芝居してた時の自分に本当見せてあげたいわって感じ。一番不安だったことはやっぱりそれかな。次、
次。出た。妊娠線の対策方法。保湿？保湿はすごいしてた。夏に結構お腹が大きくなる時期だったんですけど、夏で湿度が高かったんだけど、ボディクリームはマジで欠かさなかった。もうね、朝と夜にいつもシャワーとかお風呂入るんだけど、お風呂から出た後は必ずボディクリームをこれでもかってぐらいもうお腹にもうベラベラに塗ってた。やっぱ肌質によってその妊娠線とかってやっぱできやすい、できにくいとかあると思うんで、とにかくでもどんな肌質の方でも保湿は大事だと思います。はい、次。摂取するように心がけた食べ物など。バランスよく何でも食べてたかな。なんか食べ過ぎないようにはしてたけど、自分の好きなものはとりあえず食べてたかな。産後によく食べてたものは本当に和食、あと白いご飯、あとお餅。母乳の間はずーっと和食だった。お母親が食べたものが血となり血液となってその母乳になるみたいな、血液が綺麗になりそうなその和食を選んで食べてたかな、その出産後は。はい、次。肌荒れとかネガティブやイライラした時はどうしてましたか？イライラスーパーするのよ。一生生理前みたいな感じ。もうやばい。もうそうだからさ、肌荒れるのかなと思いきやね、肌はねあんまり荒れなかったね。睡眠もちゃんととってたし、規則正しい生活をずっと妊娠中はできてたから、肌トラブルはなかった。私のタイプはね、やっぱりそのお仕事を並行してやってる方だったりすると体力がきつくなったりとか、こう肌にトラブルが来たりとかすると思うんですけど、私はお仕事をお休みしてたので、妊娠中はずっとメイクもしないですし、肌にノーストレスで、あれ今撮影した方がいいんじゃないかレベルの出産後にガタガタガタって崩れたね。体の栄養をこうどんどん出して赤ちゃんにあげてるから、肌がもうボロボロになった。うん、私の場合はそうでした。はい、男性視聴者向けに、かっこ私は女ですが、出産前や出産時のこんな気遣いや言葉がけはやめてほしい、かっこ気持ちはありがたいけどもみたいな、逆に助かることも、まあ、その人の気持ちが伝われば全然何でもね本当にいいと思うんですよ。でもね、キツネさんはね、7年前は24歳か、遊び盛りだよね。あとキツネさん一人暮らしをしたことがなかったんですよ、結婚するまで。だから、まあ、洗濯機の回し方だったり、ご飯ももちろん、まあ、作れない部類ですけど、今も。キツネさんのこともちゃんとこう促さなきゃいけないし、なんか自分のその妊娠中の不安だったりそういうのもあって、結構爆発してたな、私。その中でやっぱりキツネさんって若かったから、夜ご飯食べた後に地元の友達と会ってくるってことが、本当に毎日あったの。キツネさんね、結構それは、反省してる。もうちょっと楽しんどけばよかったなって今になって結構言ってるの。おせえよみたいな話なんだけど。まあだから世の男性陣の皆様、女性はね、妊娠中からもお母さんが始まってるんですよ、女の人は。だけどお父さんは、まあ、子供が3歳ぐらいにならないとちょっと始まらないかなみたいな私は感じがしたので、可能な限り妊娠中から自分もお父さんだっていう気持ちをちょっと引き締めていただいて、奥さんにこう寄り添って、妊娠は本当に女性だけのものではないので、あの男性も一緒に妊婦になった気持ちで奥さんとちょっと向き合っていただいたら、奥さんもとてもいい気持ちがするんではないでしょうかという私のまあアドバイスでございました。次。マタニティファッションとか。私もともとオーバーサイズの服が大好きだったから、買ったものはマタニティ用のデニムと、あとマタニティ用のレギンスぐらいで、あとはほぼ自分が持ってるお洋服を着回していけたので、ファッション的には困ることはなかったですけど、出産後の方が困ったかもしれない。母乳をあげなきゃいけないから、前開きのシャツっぽいワンピースの服だったり、すぐ赤ちゃんに母乳をあげれるようなお洋服じゃないとお出かけができなかったから、こうお尻まで隠れるオーバーサイズのほらパーカーとかそういうの大好きだから、それだとさ、もうこんなのまくし上げて、もう自分の顔まで来て赤ちゃん全然見えませんみたいな、もう、赤ちゃん苦しいみたいな感じになっちゃうから、出産中は困らなかったですけど、産後の方が結構そういう前焼きの服とか買ったかもしれません。次、ドラマとかでよく産後鬱って聞きますけど、リサさんもそういう時ってありましたか？やっぱ産後鬱っていうか、仕事に復帰できるかなっていう心配
鬱じゃないけど、ほら、キツネさんってテレビに出るお仕事だから、テレビに出て頑張ってくれてるのはすごく嬉しかったんだけど、やっぱりどっか自分の心の底で、羨ましいっていう気持ちがあったの。いいなっていう気持ちもあったね。私はお仕事もっと頑張りたいんだけど、できないし、どうしようっていうもどかしさだったり、感謝の気持ちもあったけど、羨ましいなっていう気持ちもあったりね。出産した後も子育てがちゃんとスムーズにできるかっていう不安もあって、もしかしたらテレビのお仕事に戻れないかもっていう不安もあったりして、落ち込む気分の時はあったかもしれないけど、やっぱりそれはマネージャーさんだったり両親だったりキツネさんだったりね、そういう人たちのおかげでちょっとずつ解消できていったかなっていう感じですね。やっぱ私こうやってさ、結構ペラ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 喋ってピャーとかやってるけど、私だって全然もう落ち込んでたから、みんな大丈夫、はい、手を叩こう、幸せなら手を叩こう、手を叩こう、イエ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 イ、妊娠中を楽しんで、みんなで手を叩けば、妊娠だってつわりだって怖くない、妊娠中は不安がいっぱいだけど、手を叩けば前向きな気持ちになるから、もう産後うつも吹っ飛ばせ、吹っ飛ばせ、この動画を見てみんな楽しんで、吹っ飛ばせ、つわりも吹っ飛ばせ、イエイ。だから旦那様たち、奥様をいたわってくださいね。はい、マジでいつも意味わかんない歌歌うんだけど、私大丈夫かな、マジカットだわこれ、カット。はい、次、あ、これめっちゃあるね。妊娠直前から出産直前まででトータル何キロ増えましたか。私ね、あの産婦人科の先生に最初、あなたは8キロしか太っちゃダメですって言われて、待って、8キロってことは赤ちゃんがだいたい3キロ前後じゃない、待って待って、ミリ単位でも太っちゃいけないわけっていう。バナナとかさ、何グラムだあれ、普通にご飯食べたらすぐさポンポンポンと太るんだけどと思う。でも本当にね、妊娠中は息するだけで太ってた。え、待って、この空気に何カロリー あるんですかみたいな、本当に何も食べてないですって言うんだけども、息するだけでマジで太ってたの。何なんだろうね。大人になってまでなんで怒られんのって思ったもん。ちょっと太りすぎですって言って。え、待ってって思って。あ、こんな荒技やってた。定期検診の時にめちゃくちゃ薄い服で行ってた。デニムとか重いじゃん。だからデニムとか絶対履いていかなかった。だから薄いパンツとか、薄い T シャツとか、なんかそういうちょっともう軽めな服、もうシャカシャカのウィンドブレーカーみたいな感じのシャカシャカとかでも行ってたし、こんなんでもビーってレッドカード出されるからさ、はい、あなたちょっと太りすぎですって言って、もうすぐ怒られるから、もう薄い服で行ってた。オーバーオールとかデニムの超激重のやつとか絶対着ていかない方がいい。本当に妊娠中太ってたな。そうだ、何キロ太ったかだ。10キロ太った。ルールを破りました。私は10キロ太りました。先生ごめんなさいって最後の方本当にね、なんだろう、笑うしかなかった最後。あはははは、あれーみたいな感じで、ちょっと。めんごめんごーみたいな感じで。振る。先生、太っちゃった10キロ。2キロオーバーごめんみたいな感じでちょっとね、先生にはごまかしてたんですけども、私は10キロ太りました。はい。次、体重管理しっかりとしてましたか？もししていたら何をしていたか知りたいです。健康管理はすごく頑張ってたと思う。毎日プール行ってたかな？あの妊婦さんも入っていいプールに行って、で、1時間歩いて30分ずっとクロールしてた。だから1時間半ぐらいは水の中にいたかもしれない。毎日毎日ちゃんと頑張ってプールに行ってても10キロ太ったんだから私。どういうこと？私10キロ太ったんだから。大丈夫大丈夫みんな。大丈夫。赤ちゃんと自分の心が本当に健康だったら、もうそれでオールオッケー。次、助産師さんに思うこと。助産師さんに思うこと、本当に感謝しかない。出産中のね、助産師さん本当にアベンジャーズみたいな感じだった。スーパーヒーローだね。本当に素晴らしいお仕事だと思うけど、やっぱりその分とても大変なお仕事だと思うから、本当に助産師さんとか、あの目指してるんですけどとか、あのそういうコメントもいただきましたけど、本当にリスペクトしてるし、本当に感謝の気持ちしかないでございます。ありがとうございました。いつも食べ過ぎてごめんなさい。ごめんね。次、
いつくらいから赤ちゃんを迎える準備を始めましたか？ベビーカーやベッド、ベビー服等。私超ギリギリ。私何でもね、ギリギリでいつも生きてきたから、さあな。本当にギリギリ。病院の先生に言われて、始めた方がいいよって言われたやつぐらいからかな。あとなんかアプリとか、あと何日でなんか会えるかも、ピピーみたいなやつ。お腹の中はこんな感じですみたいな、こうアプリあるじゃない。なんかそういうのをね、入れていろいろ見てたんだけど、そこでなんかちょっとアドバイスされてから、何日か経ってから始めるゆっくりみたいな感じ。早まってしまったりとかもするかもしれないから、早めに用意しとった方がいいと思います。ちなみに私は2週間早まったんですよ、予定日から。2週間前には準備はもう終わってたから、まあギリギリ大丈夫だったんだけど、皆さん本当に早め早めに準備はしといた方がいいと思います。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。結構真面目に語っちゃう系だったんですけども、たくさんの方が見てくださってるこの YouTube で、私の出産話なんか聞きたいかな、どうだろうなと思ったんですけど、この今の状況で出産に立ち向かわなきゃいけないっていう方が結構いらっしゃると思ったんで、何かこう私の出産話でなんか笑ってもらえたり、こう元気が出たって思ってもらえたら嬉しいなと思って、この動画を今回は撮影しました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやってますので、そちらの方もフォローよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。なんかリーサでした。バイバーイ。こんにちは、ベイビー、ベイビー。かわいいベイビーに会えるよ。バブバブー、さよなら。